おはようございます。おはようございます。はい、いってらっしゃい。お、涼しい。おお、今日はいい天気やね。はい、いってらっしゃい。よし、行きましたね。そう、いつも彼女の方が早く起きて、僕が起きる時にはもう彼女は出発するっていう感じです。終わりました。きつい。やっぱり朝起きて一発目にサーキットトレーニングと感謝ノートっていうことをすると、体も心もすごくすっきりするんですよ。そうなのでおすすめですということで、まあ、外とかすごく天気いいので出かけたいなっていう気もするんですけども、まあ、ちょっと最近忙しくなってきてるんで、今日もまあずっとお家かなって感じですね。よし、はい、ということで今日もやっていきます。で、今回はですね、その二人暮らしの生活費について、まあ、予算どうやって決めてるんですかだったりとか、その節約で心がけてることは何ですかみたいなことをちょっとまとめてシェアしていきたいと思います。そう、ライブ配信だったり動画のコメント欄でちょいちょいそういうあの生活費とか食費どうしてるんですか、いくらなんですかっていう質問いただいてますんで、ありがとうございます。ということで今回はそれについて、ちょっとキュキュッとまとめて紹介していきたいと思います。まずベースになる考え方なんですけど、節約はします。ただ節約が行き過ぎてしまって、我慢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 ってなると、それはそれで楽しくないということで、あの使うところにちゃんと使っていこうねっていう話でしています。そう、ただ僕の場合は徹底的にその節約できちゃうんで、そうすると相手がもうすごいなんか引いちゃうと思うんですよね。そう、しかも僕の価値観をギューって相手に押し付けるのは良くないと思ってるんで、そこはちょっと2人で楽しんでみるように、使っていこうねっていう感じでやってます。そう、ただその電気つけっぱなしで外に出ちゃうとか、そういったその無駄遣いみたいなものはしないようにっていうことで、お互いこう注意し合いながらやってます。ちなみに共同財布に関してなんですけど、毎月2人で出し合っています。で、僕が11万円を出して、彼女が6万円を出しています。なので毎月のその共同財布の予算は17万円ですね。ただそのうち13万円は家賃に行きます。なので残り4万円で食事と、あとガス水道電気を払っていくっていう形ですね。そう、まあ彼女の職場の関係で今のここに住んでるんですけども、まあやっぱ東京高いっす。よし、それでは今から先月支払った分の実費ですね、ちょっと計算していきたいと思います。よし、これで集計が終わりましたと。で、17万円ある予算のうち13万円が家賃に行きますよと。で、食費がじゃあどうだったのかっていうと、27,443円でした。27,443円で、水道が4,386円、ガスが2,835円で、電気は楽天のポイントで補填しているんで、現金で支払った分は813円と、合計金額が165,477円という形になりました。はい、予算以内収まってますね。安心しました。ちなみに総務省が2019年に出した報告によると、2人暮らしの食料に対する支出は66,525円ということらしいです。そうなので、まあ、これに比べたらちょっと自慢になりますけども、ちょっと節約できてるのかなっていう印象ですね。まあ、家賃に関しては高いんであれですし、あの日中も彼女はあの職場に
行っていて、で僕は日中はほとんど電気つけないので、まあ、それでも水道とか電気とかガスとかはまあ浮きますよねと。でそれは他の例えば会社に勤めている方なんかもやっぱ同じように日中外出ている人はその水道電気ガス使わないと思うので料金も安いと思います。でもまあ今回はその食費に関してですね、僕たちがその楽しみながらでもちゃんと節約をしてっていうところでそのポイントを意識していることっていうのを5つほど紹介していきたいと思います。はい、じゃあまず1つ目なんですけど、その予算をあらかじめ決めているっていうことなんですよね。まあ先ほども言ったように僕たちはまあこうやって現金をこの共同財布、食費専用の共同財布っていうところに入れています。でこれを持ってスーパーに行って買い物をするんですけど、スーパーで食材を買うときは現金で支払うっていうことをしています。そうで、なんでかっていうとこれ現金でもすでに量が決まってるんで、あとは払っていくと減っていくだけじゃないですか。でこの減っていく感覚があると、あ残りこれぐらいなんだっていうのが分かるんで、その節制ができるというか、そんななんかそのペースを最初からぶっ飛ばさないというか、そうなんかガンガン買い物せずにちゃんと残りのことも考えながら買い物ができると。まあただこれがじゃあ1万円しか今月使えませんよってなったら、ちょっとうおーっつって切り詰めてってなっちゃいますけどもね。なのでまあちょっとその量的なところはちょっとバランスは大事ですけども、うん。で2つ目はちょっと先ほどと被るんですけど、なるべく調理されていないものを買うっていうことですね。前は僕チーズとかそのお弁当とかお惣菜とか買ってたんですけど、やっぱり高いなという印象です。もちろん家で自炊をしなければいけないっていう手間はありますけども、まあ、でも健康的だし節約にもなるしいいじゃんっていうことでやってます。で本当にめんどくさかったり疲れたりとか、今日はちょっとレパートリーがないやってなった時はお惣菜を買います。そうなので、まあ大体そのスーパーに行った時っていうのは生のものだったり加工されていないものっていうものを買うってことを意識しています。3つ目は買う頻度に関してです。例えば今冷蔵庫の中身がこんな感じになっていますよと。でこの食材たちを使い切るまでは次買い物に行かないっていうふうに決めてます。前までは結構週に3回ペースでスーパーに行ってちょこちょこ買い足しをしていたんですよね。である時に確か去年の夏なんですけど、玉ねぎを入れたまま放置をしてしまいまして、そしたら玉ねぎからがっつり根が生えちゃってたんですよね。そうで、ああちょっと僕たちってその冷蔵庫の中身管理苦手なんだなっていうふうに反省しました。そうなのでそれからちゃんと冷蔵庫の中身を使い切ってからスーパーに行こうねっていうふうに、まあ、なんとなくそうなったんですよね。でそれから買い物のペースが1週間に1回ペースになりまして、でそしたら食品ロスもなくなったし、その節約もできるようになったしっていうことで、まあ、一石二鳥だったなっていう感じです。そう、あと僕たちが習慣的にやっていることっていうのは、その食べたい料理があってそれに必要な食材を買ってくるっていうよりかは、今ある食材の中で何ができるのかなっていうふうに考えてるっていう、それやって自炊をしてるっていう感じですね。そう、まあ、単純にその僕と彼女はその料理がうまくのなければ得意でもないんですよね。そうなので今ある食材をクックパッドで調べて料理をしてるんですよね。まあ、でもそのおかげでその食品ロスっていうのもかなり減っています。でただその毎回その買ってくる食材もワンパターン化してくるわけなんで、これ食べたいね、今週はこれ食べたいねっていうのを決めてその必要な食材買ったりとかはしてますけども、ただそれで作って余った食材っていうのは必ず使い切ってから次のスーパーに行くっていうことをしています。で最後やっている習慣なんですけど、この共同財布に余ったものっていうのを貯金してるんですよ。でそれ何の貯金かって言ったらハワイ貯金って言ってまして、僕たちがその、まあ、いつか行きたいねって言ってるハワイで、せっかく行くならそこでしっかりと体験をしていい思い出いい体験を作ろうっていうことで、そこは節約をしたくないわけですね。そうなのでしっかりとそのハワイに行った時にもちゃんと食べたいものを食べる、見たいものを見れる、行きたい場所に行けるように貯金しとこうねっていうことでやってるんですよ。そうなのでこうやって日々の生活はちゃんとこう節約をしてるわけなんですけど、その節約した先にハワイがあるぞということで、2人の楽しみがあるぞっていうことでやってるので、楽しみながら節約ができてるのかなっていうふうに思います。彼女はもちろんミニマリストでもなければシンプリストでもないわけですね。なので、部屋はちょっとごちゃごちゃしたりとか、その物が、ね、増えたりとかっていうのはあります。ただその僕が徹底的にそのミニマリズムだったりシンプルライフだったり節約を押し付けてしまうと、多分僕は天涯孤独になっちゃうと思うんですよ。まあ大事にするところもありの、ただ相手に合わせるところもありのっていう
ところでやっています。なのでそういった、これからその何でしょう、生活の変化というか環境の変化というか、そういったのもこのチャンネルでお見せできればいいかなというふうに思うんですよね。はい、ということで今回は以上ですかね。はい、ということで今回も動画をご覧いただきありがとうございました。